春風涼しでございます。ということで、今日は、弊社の小さなスタジオに来ております。まあね、今日はね、僕らがですね、いろんな撮影現場に行った時に、音に関してどういうことをするかということを、まあ、ちょいとご紹介しようかなというふうに思いますよ。で、いろんなところロケ行きますけれども、まず最初に、音関係ね、音関係で何をするかというと、まず部屋に入ったらこうします。うん。こうやってね、叩くとね、その部屋のね、残響の具合がね、なんとなくわかるんですよ。まあ本当はね、測定器やってたらもっとよくわかるんだけど、まあそこまではいらないんで、で、この部屋一応ですね、吸音、防音がなんとなくされているので、まあ、そんなにひどい状態じゃないんだけど、まあ、ところどころですね、エアコンが出てたりとかですね、それからまあ、机があったりとか、でっかいモニターもあるので、そこで残響は当然発生はするんです。で、何聞いていくかっていうと、ちょっとこのマイクでね、聞こえてるかどうかちょっとわかんないんだけど、ここで叩きます。こっちで叩きます。それから、こっちで叩きます。この辺で叩きます。こっちで叩きます。うん。まあ、ちょっとこのマイクでは分かりにくかったかもしれないのでございますが、この部屋はね、こっち側の方がね、残響が少ないですね。そっちの方が残響が多い。まあ、理由は簡単でですね、そっち側がですね、これ、こう、すぐ窓なんですね。で、一枚、まあ、ちょっと、吸音性能の、まあまあ、ややある、カーテンで塞いでるだけなので、そっち側はですね、多少残響があるんです。で、それがこう叩くとね、跳ね返りの音でなんとなくわかる。で、ここはまあ、それでもね、どこで撮ったっていい音にはなります。なんだけども、普通の部屋でね、このパンパンやると、まあ、残響が普通に皆さんも聞こえると思います。残響が大きいと、当然音質は下がりますんで、どうするかっていうと、ここだったらね、ここだったら別に、ピンマイクは心臓の位置ぐらいのちょっと遠めでしてもいいんだけど、残響が大きくなればなるほどちょっと近づけたくなる。ということですね、ピンマイクね。それから、もちろん、ショットガンマイクでも、この部屋だったら50センチとか、1メーターとか離れてもそんなには音質に影響は、しないんだけど、でも、当然、離れたら離れただけ、音質は変わるので、ちょいと音だけお聞かせします。どうぞ。春風涼しです。今日はスタジオでございますけれども、ちょっとね、この、F3 とですね、ベリンガーの質使って、ちょいと実験してみようかと思うんですけども、まあ、ここある程度ね、残響のない防音設備になっているスタジオなんですけども、まあ、その時の、マイクの距離と音質の関係をちょいと、皆様にお伝えしようかな。で、これが今、ここが30センチか40センチぐらいな感じ。こんな声ですよ。で、ちょっと話しますね。まあ、1メーター半ぐらい。1メーター半だと、まあ、こんな感じ。ほほ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 まあ、こんな感じ。もうちょっと話してみよう。で、今度はまあ3メーターぐらいかな。2メーター半か3メーターぐらい。3メーターまでいかないね。2メーターちょい。で、はっ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 
距離によって多少の音質変化あんじゃないのかな。ね、ということで、あのぐらい、まあ、ショットガンマイク使ってもね、やっぱり3メーターぐらい離れると、この部屋であっても遠くに聞こえる。まあ当たり前のことなんですけども、まあこういう音に関して無響、響かない無響質というのがあって、そこだとね、何メーター離れてもあんま全然音質変わんないんです。だけど、まあ一般的にどんなスタジオであっても、離れたら遠くなります。それが、残響が多い部屋なら多い部屋ほど、ちょっと離れただけで遠く、すごく遠くに音がいっちゃいます。で、こういうふうに、まあ一応整えられてるところだと、まあ、
2メーター3メーター離れてもまあ使える感じの音にはなりますね。でもまあここはね結構声優さん来てアフレコとかするんで、遠くからおーいっていう時はやっぱり前から離れておーいって言うんで、まあそれがねできる程度の残響が残ってるということですね。でまあ音楽スタジオもね同じ意味で部屋の残響は多少残してあります。そうしないとね残響のない声はやっぱり聞きにくい、うん、不自然でございます。まあということでもう一個ね残響とマイク選びの話をしときますね。まあこの部屋だったらどんなマイクでもそのマイクの性能なりの音が出ます。まあね普通の会議室とかまあジムのオフィスとかいう感じだとある程度残響が多いですね。部屋が空っぽになればなるほど残響が大きくなりますな。でその時にどういうマイクを選んでいくかっていうと、ここで初めてね指向性の広さをですね選ぶんです。つまりいい部屋であれば単純に音質のいいマイク指向性とかを考えずにね選ぶことができます。なのでピンマイクって大体無指向性なんで、まあこういうところで撮るといい音になりますよ。それで残響が大きいところだとなるべくぐるぐる回ってきた音を取りたくないので、無指向性のマイクは、アウチ、アウチ。で、カーディオイド、180度拾えるマイクも、やや危ない。近づけりゃいいけどね。ということで、選ぶのはスーパーカーディオイドのマイク、まあショットガン系のマイクを選びたくなるんですな。で、まあショットガン系のマイクでも、こんなね、ゼンハイザーの416みたいな、こんな長いものもあれば、私気に入っております。ベリンガー社の、シーツね。こんなちっちゃいのもあります。で、長さの違いはどういう風に使い分けるかって言ったら、マイクが被写体にどれだけ近寄れるかということで選ぶだけです。音質にはそんなに影響しない、そんなマイクの長さはね。なんで、この1本3000円のマイク、まあ本当は2本で売ってるんで、2本で6000円のマイクですけども、と、こっちの14万円のゼンハイザーの416もセッティングさえ同じぐらいになってれば、まあまあ、同じような音になります。厳密は違うけど、普通の映像に使う音としては差がどっちもわかんないぐらいにセッティングで持ってきます。もちろんね、理想的にすればこっちの方がいい音ですよ。理想的にすればね。だけど、この理想的な音にこいつを近づけるためには距離をコントロールすれば同じような音になります。残響が少なければですよ。こんな短いマイクでいいんです。まあね、距離は選ばなきゃいけないけども、まあ、少ない残響の部屋だったらこういうので十分。で、残響が大きくなればなるほど、こういうマイクを近づけて使う。いいですか？これ、このマイクは、離せる、遠くから撮れるっていうために使うのは間違い。いいですか？マイクは大体距離が大体どのマイクでも一定です。ね、50センチか1メートルの範囲内で撮らないとダメ。なので、こっちにするかこっちにするかっていうのは、部屋の残響が少なければこっち。部屋の残響が大きければこっち。で、こういうスタジオのような残響がないところであれば、マイクは何でもいい。っていう風になります。わかります？カメラがマイクに近づけないから、長いショットガンを使うっていう場面も、まあ、まああります。あるけど、そんなに音質上がらない。多少変わるだけ。でも、遠くの音になっちゃう。距離、レンズ飛んでだから、離れたら、離れた音になるんですよ。で、離れたも、周りの嫌な残響を拾いにくいっていうだけ。嫌な音を拾いにくいっていうだけであって、離れたら離れた音になっちゃう。なので、これの使い方の、正しい使い方は、残響の多さで、どっちにするかを選ぶっていうのが、根本。ね。で、話したくなったって、要するにマイクが被写体に近づけないっていう時には、まあ、最低でもこの20センチ級ね、の、ショットガン。できればもっと長いショットガンを使わなくちゃいけない。遠くから撮ろうと思ったらね。ということなんで、カメラの上につけるこんなちっちゃいマイクっていうのは、残響の少ないところで人の声を撮るためのものだっていうふうに理解できますよね。まあ、そんなことでね、まあ、ちょいとまとめますと、いろんなロケ地に行ったら、手を叩こうと、
幸せなら手を叩こうと、ね、幸せになるため手を叩こうということでございます。まあということで春風涼しでございましたけれども、チャンネル登録増えてきて嬉しいなということで、まあためになったという人は、チャンネル登録もお願いしますし、もしよければ皆様の SNS などにシェアして拡散もしていただけると春風涼し、ハッピーでございます。日本中世界中の音がよくよくなるといいなと思っております。ということで春風涼しでした。